皆さんこんにちは、よしまるでございます。星ドラ雑談2019年の1月25日ですね。いやー、今日給料日だ。今日給料日なんだけど、年末年始は少ないんです、給料が。まあ僕はね、ちょっと話したことあるかな、お金の話で。ちょっと特殊でフリーに近い形で働いているんで、まあ時給制なんですよ。多分変わってると思いますね。まあ日給制と言った方が早いかもしれないですね。なので、まあ年末年始っていうとね、お正月で仕事がやっぱ日数が減るので、かなり少ないと思います。まあちょっとまだ確認はしてないんですけどね。まあ後で入ったらちょっとチェックしてみたいと思いますけど、怖くて見れないね。はい、今週の星ドラということで、そうですね、ガチャがとにかく新ガチャがいっぱい来たかな。まあ今週というか先週分ももう含めて話しちゃいますけれども、ガイア装備、ナイトメア装備ということで、でまずですね、ガイア装備は引かなかったですね、うん、まあ同じ方は多いと思います。でナイトメアに関してはね、最初40連やったのかな。で無知が出たんだっけ確か。そしたらね、眼差しが強いということでモンスター闘技場騒がれてますけれども、まあそうです、確かにあれは4差し3差ししてる人いたらすごいだろうね、きっとね。うん、まあ早いから16秒で、でまあ僕はねずっと黄金竜槍使いと言ってやってきたんで、やっぱ欲しいなと槍ね。で正月に1万5000円ぐらいかなのジェムを買ったので、そうすると3万ジェム倍ぐらいもらえるんですよね。まあそういうキャンペーンやったりしてるんで、まあ一番おすすめなのは960円3000ジェムですね。あれだけ買っておけば、ね、1000円で3倍なんで、まあ間違いないと思うんですけれども。その1万5000円でもう疑似プレミアム化ガチャしちゃったみたいな感じですね。うん。実際プレミアムガチャじゃないんだけど、どっちにしろナイトメア装備がステップアッププレミアム来ても、まあ、1万2000から5000円ぐらいはねお金使うということで、ちょっと追加のもう40連でやっちゃいましたね。はい、結果40連目で奇跡的に槍が出てくれたんでよかったですけど、心の中は正直爆死覚悟でしたね。もう出ないと思ってまあ引いてましたね。うん。で武器はね、僕結構引きはいいんですけど、防具がとにかく出ない。なので、まあ、今がもう神チャリはほぼほぼ次回でいいかなと思ってたんですけど、まあ予想通り来ましたね、裏チャレ。公式のツイッターの方で、まあ、神チャレ国税調査みたいなのが発表されまして、まあかなり9段もねクリアされてる人が多いということで、僕ね、その成人したは一個も持ってないし、覚醒ルビウミも持ってないし、まあ使える装備で持ってるのはエンデの上とか鎧上とか、まあ、頭もね休み装備は揃ってるんですけど、とにかくブレスとデインがこう、まあ、両方対になっている装備を持っていないんで、まあ圧倒的な装備不足っていうのはあるかなっていうのはもう戦っててわかるね。まあさすがに8段までやってくればさ、感覚はわかるから、いやこれやっぱ肌ダメージが、うん、まあちょっとクリアできないレベルかなっていうふうに思ってますね。うん。まあ休みも、まあ要はもう3人全部、まあ、完璧に詰めない状態ですね。で武器は武器で、ドルマ特攻は1個も持ってないんですけど、まあそこはでも天空の魔剣乱舞で十分だし、まあ、最近は黄金竜ハンマーの貫突、あ、じゃあ覚醒かでかなり火力出していってる人もいるんでね。はい、ということで、ここ最近の星ドラということを喋ってみたいと思いますが、生配信だね、とにかくね、1週間約ずっとやってました生配信で。まだね言われるんですよ、あれ吉丸さんって生配信やってたんですかってね。だからやっぱ全部動画見ないでよね。うん。まあまだ1週間というところだし、
結構ね、そのチャンネル登録していただいている方も生配信やってるって知らない方多いみたいです。はい、一応やってますっていうのもね、まあ、告知してないですからね、あのツイッターでしか。 YouTube の方で生配信、あ、まあテスト配信は出しましたけど、アーカイブ2つぐらい出したのかな。そう、ちゃんと生配信やりますみたいな感じではやってなかったんで、まあなんか打った方がいいかな。まあそうですね。で、まあ、今のところほぼ毎日夜の12時からやっております。なのでもう皆さん寝る頃だからあんまり人は集まってないですね。うん、まったりやってるっていう感じで。そうですね。で、星ドラ生配信も最近やられてる方多いみたいなので、僕が始める頃っていうのはもうその前に何名かやってるんですよ。だから多分そちらの方をもうすでに見ているっていうね、人も多いと思いますので、本当にあの少人数でまったりやってます。まあ僕はそれでいいかなと思ってますね。うん、まあそのうち徐々に増えていけばいいかなと思ってるぐらいで、特にあの何人来ようがやるって、一人でも来ればやるっていうことで一応やってるんで、はい、今のところ一人でも来てはくれているからもうありがたいですね。はい、だからあのね、1週間もう連続でずっとやってたんで、今日はお休みです、生配信なので、星ドラ生、星ドラ、雑談かっていうのをちょっと収録でやってみているんですけれども、こういうのも生配信でやろうかな。まあ今日実はちょっとやってみようかなとも思ったんですけど、今日はもう完全お休みにした方がいいかな。はい、あの生配信って30分のつもりでよってやったら1時間になって、1時間のつもりでよってでね、やったら2時間になって、結局いつも2時間以上やってるから、連日もう終わるのが3時ぐらいなんですよ、夜中の。でそれから仕事でさ、皆さん、僕は在宅だからまだいいけど、言ってもやっぱりね、3時に終わるともうそっから寝る準備うんぬんで、もう最近は4時過ぎですね、寝るのが。なのであんまり良くないなと思って、ちょっとその辺もう少し早く終われるように、はい、頑張りたいと思いますけど、こうどうしてもね、こう人がやっぱり20人30人40人と集まってくるとね、盛り上がっちゃうというか、あの、ね、話がいろいろと尽きなくなっちゃってね、長くなっちゃいますね。はい、なので今日もやるとまた夜中までやっちゃうと思いますので、まず一旦お休みを挟もうと思います。で、生配信やってんのって思った方はですね、あと明日はやりますね。はい、明日からまた多分やると思うので、よければ遊びに来てください。土曜日のメニューは一応スラリンガルのギガ電が来てるのかな。だからそれを回ったり、あとそうですね、あの1週間やってみての感想を今話したいと思いますけれども、まず最初は初心者さん向けで完全やってたんですよ。まあ新規で入った人も多いから、初心者さんのお手伝いをしたいということでやってたんですけど、結局、まあ、新規で始めたばっかりの人っていうのはやっぱりやり方わからないし、装備もねまだ全然持ってないということで、まあ部屋にはもちろん入らないですよね。なのでまあ質問だけでもと思っていたんだけど、まあ、何を聞いていいのかも多分わからない状況だと思うので、やっぱりガチャの質問が集中したように思います。はい、あとそうイベント装備ってもらってなんか得あるんですかみたいなのも多かったかな。なのでその辺の話を少ししたいんですけど、ガチャはですね、この後動画撮ろうかな。今天空ロトガチャ来てますけど、これも昨日お話ありましたね。まあいろんな意見あって、まあ引いてもいいんじゃないですかっていう人ももちろんいるし、やっぱり11年星5に確定っていうねガチャが来るので、そこで引いた方がいいよっていう意見もあると思うんですけど、僕はそうですね、ロト天空は引かない方がいいかなっていう、考えですね。まあ無凸だとあれね、もう赤 A も積めないんですよ、ロト券とか確かそうじゃなかったっけ。昨日全部それ見て解説したんですけど、ロト券も天空券もですね、まあ、武器でもし回ってた場合ね、あの無凸の錬金なしじゃ全く使い物になりません。最初はあれはちゃんと凸るっていうんですけど、進化していって4凸ですね、
4凸してなおかつ錬金してやっと使えるというか、特に天空剣の方がすごく使えるんですけど、まあドラクエといったらやっぱりロトでしょっていう人もいるから、まあ多分引いちゃう人もいると思うんですけれども、あまりおすすめではないかな。まあ、どっちかというと回復盾狙いでね、なんかいた方がいいぐらいで、武器は強そうに一見やっぱり思うんですけど、無凸じゃ使えないですね。なので、まあ、一番おすすめなのはとにかくストーリー進めてジェムを貯めていってですね、まあ、今現状おすすめの装備がないので、まあ、星空さんもね、せっかく CM で新規さん入るようなね、流れにしたので、このタイミングでもう少し初心者さん向きのガチャがいっぱいあればね、いいかなと思ってはいたんですけど、ガイアと今ナイトメアと大天使と刀神ですから、ちょっとこれはどれを引いてもね、初心者さん向きではないかなという気はしております。まあその代わりスタートダッシュっていうのはあるけど、あれ優勝ですからね、いきなり基本無課金で遊べますよとは一応歌ってるんですよ、アプリ見てみるとね、基本無課金で遊べますと、無課金なのにいきなりスタートダッシュガチャみたいなね感じになっちゃうから、何が入ればよかったのかな、難しいですけどね。お正月のメインイベントが終わっちゃった後なんで、まあね、もう少しちょっと強化できるような何かガチャがあってもよかったかなとは思いますけれども、まあスタートダッシュガチャだけでもすごいんですけどね、中身開けてみるとね、はい。まあメタル武器はやっぱり3人分持っておくと、地図のお題でね毎回メタスラ倒すし、ハグメタも倒すお題が出てくるから、そうですね、1500円、もしも余裕があるんであればスタートダッシュガチャは引きだと思います。そうですね、でロト天空に関してはもしかしたら後ほど動画上げるかもしれないです。上げなかったすいません。はい、そんな感じかな。で昨日ですね、ちょっとガチで魔王級行ってみましたね。ロト3連戦行ってみました。まあ、僕の放送ではですね、魔王級はなるべくやらないと、まあやっぱりかなりのガチ感が出ちゃうし、そうですね、初心者さん向けにやりたいというのもあったりとか、特にその僕の放送は上手くなろうじゃなく、暇な人集まってワイワイやろうよっていう、趣旨なので、まあ全然もう死んでも楽しくいきましょう的な感じなんですよ。で昨日初めてですね、ロト決戦かなの魔王級行ってみたんですけど、まあ、僕は魔王級は結構何体かは行っている、 10体ぐらいでも言ってもだから、まあ神チャレ一応8段やってるから、まあ、なんとなくリオ来てもあこうだなとか、シド来てもこうだな、ゾーマ来てもこうだなっていうのはまあ分かるわけですよね。なんですけど2人が初めてだったのかな。でやってみたんですけどね、やっぱりそのまあ結果倒せなかったんですよ、2戦やったんですけど。でお二人はすごく楽しかったですとね、こう言ってくれて非常にまあ嬉しかったとか良かったんですけれども、やっぱりそのチャットの方でですね、その ガチの方だと思うんですけれども、いやそこはそうこうでしょうとか、まあ、若干煽り的な、悪く言っちゃうとコメントが入ったりして、やっぱちょっとそこは違うかなと思った部分はありました。まあそこはいろいろ勉強になりましたね。アドバイス多分くださっている可能性もあるんですけれども、まあ多分途中から来て魔王級やってたらさ、その初心者で初めての人が挑んでるともわからないじゃないですか。だからいや、えなんでそこでそれやるとか、多分ムラムラしちゃう部分はあると思うんですよね。はい、で結構数名あったかな、そういうのが。なのでやっぱり極力魔王級は控えていこうかなっていう今感じになってます。はい、まあ特にギスったわけでもないし、何か事故ったわけでもないし、まあ、やってた僕たちね、
全然楽しかったって割れていたからいいんですけれども、多分このまま魔王級とか続けていくと、この僕の生配信の趣旨がわからない方がね、途中からポンって入ってきたら、いや装備はもっとこうでしょうとか、まあ僕も装備こう着替えてる時に、まあ、たまにありますけどね、うん、いろんな、だからそれも答えがないというか、僕はもう好きな装備をもう各個々がもう着たいのを着てくればいいと思うんですよ。なんですけれども、いやそこはアクセそれでしょうとか、まあ、結構言ってくると、そこ別に自由にやっていいのになって思ってしまうんですよね。はい、まあそれが生配信とか生放送なんで、まあしょうがない部分はあると思うんですけど、その辺が少し気になったかな。で、伝説集会であれば別に装備何でもいいと思いますので、やっぱり魔王級に行くと、こう見てる人もいろいろな人が来て、特にガチ勢の方が増えてくると、やっぱりそういった立ち回り的なね、まあ、コメントも多くなってきたりとか、まあ見てて若干イライラしちゃう部分があるみたいなので、やっぱり伝説集会ぐらいでワイ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 雑談でもしながらやる方向性にしようかなと、はい、思いました。そうですね、そっちが多分いいかな。そんなところでしょうか。まあ言っても金曜日のギガ伝ぐらいは倒していきたいですね。そのぐらいの難易度だったら大丈夫じゃないかな。で、引き続き、まあ、初心者さん、これから始めた方いらっしゃったらね、ご質問バンバンいただけたらと思いますので、よければ一緒にね生放送遊びましょう。はい、でそのうちですね、もう少し雑談の方も強化していこうかなと、思ってます。半分星ドラ半分雑談的な感じでね、この1週間やってきましたけれども、まあ毎回毎回来てくださる方もね、だんだん増えてきてありがとうございます。本当にね、夜中なのにもう寝る時間ですよっていうね、ところかな。で、2月に入ったら機材を1個買おうかなと思ってるんですね。はい、まあ言ってもだからといって何か大幅レベルアップするわけではないんですけれども、そしたらもう少しその生配信がしやすくなるかなと思ってるんで、そうですね、今星ドラの生配信だけなんですけど、まあ、例えばこういった星ドラも雑談だけの生配信もやってみても楽しいと思うし、それこそ星ドラ全く関係ないね、日常的な雑談ですね、僕がいつもやっている雑談ラジオ的なのもやっていこうかなと思いますので、ちょっと3本立てとかになってくるかもな。ゲームしながらまず普通の星ドラ生配信と、こう星ドラ雑談だけの配信、まあでもそれ星ドラの生配信の中でやればいいけど、なんかね最後にやるともう流れができちゃってるんで、最初から星ドラ雑談みたいな感じでやった方がもっといろんな話できるのかなっていう雰囲気は感じてるんですよね。まあでもとにかくこの1週間やってみてよかったです。生配信いろいろと、ああここはこうなんだなとか、やっぱりこうしようかなとか、まあ、分かってきたんでよかったですね。でとにかくやっぱロンダルキアの存在がでかかったですね。ちょうど生配信始めて2日目でロンダルキアが入ってきて、あれがワイワイね、周回できて楽しかったから、すごくあれ良かった。ロンダルキア昨日もだから結局ね魔王級の後全然勝てなくて、でいろいろとやっぱりねコメントも入っちゃったんで、なのでそうロンダでちょっと味直ししようかみたいなね、お口直ししましょうかみたいな感じで言ったら、やっぱ楽しかったね。ロンダルキアはね、若干長いけど若干長いけどね、ただあのぐらいのコンテンツをもっと増やしてほしい。で一番言いたいのは、その伝説級入れてください。ロト決戦とか天空決戦3連戦のやつ、あれなんでないんですかね。伝説あれは入れていいでしょう。そしたらもう少し気軽にロト決戦行こうかとかで、しかも粉集められるじゃないですか。最近錬金がさ、あ、覚醒か。で、粉必要になってるんで、ちょっと粉取りに行きましょうかってこともできると。はい。
まあ、あと考えているのは普通にね、スラマンなくなっちゃった人いたらスラマンセット集めとか、まだ僕あのプレ、なんだっけ、なんだっけ、何が、アニバーサリーの鍵、2と3持ってるんで、あれも周回しましょう。結構桃屋トレイも落ちるときは落ちるんでね。はい、そんな感じですかね。で、ここ最近の星ドラについて思うことは、そうですね、まあ最近僕ちょっと星ドラの話と関係なくなっちゃうんだけど、ファンタジーライフオンラインっていうのをかじり始めまして、まあ逆の立場というかね、ファンタジーライフオンラインでは僕初心者で全く今何やっていいのか分かんない状態だから、ガチャも最初何引けばいいのか分かんなかったし、でいろいろと調べて、あ、これが当たりなんだと、まあ、ファルコンウィングみたいです。でやっぱね、そのファンタジーライフオンラインの人言ってたけど、もう絶対にリセマラは妥協しない方がいいって言ってました。なのでそう考えていくと、僕もまあ、あの星ドラのモチベを上げるために今ねロトガチャとか引きたいの分かるけど、そこは妥協せずにやっぱり黄金竜から引いた方がいいかなっていうふうにはやっぱ思ってますね、うん、そこは絶対に、ね、やっぱ妥協しちゃいけないみたいです。はい、ファンタジーライフオンラインやってる人からすると。なので僕も妥協せずに1週間リセマラ頑張りましたからね。で昨日やっと当たった。はい、でまだやり時です。やり時なんですけど、23日、あ、じゃあ、今日25か、25日からやっちゃうと、まあ、星ドラでいうと2000ジェムもらえなくなっちゃうんだよね、そのログインボーナスで。なので若干損はするんですけれども、それでも、30日ぐらいまでだっけ、忘れちゃったな、待ってくださいね、12345、あれ28日までかな。とにかくリセマラで30連はできるから、それでファルコンウィングか竜王体験を当たって必ず始めるといいみたいです。はい、で、まあ、僕もちょっとファンタジーオンライン、ファンタジーライフオンラインはね、やっていこうかなというふうには思ってるんですけれども、まあよければそちらの方でも一緒に遊びましょう。はい、そんな感じかな。ですごくね、そのレベル5さんの体制があんまり良くないみたいですね。で最初星ドラさんの運営さんもそうだったんですよ。まあ、メンテナンスが時間通りにまず終わらない問題とか、まあ、ちゃんとデバッグしてないでしょうっていうね、そのスキル修正が入ったりっていうね、一時期結構運営さんの体制が荒れてた時あって、あとツイッターによる書き込みミスとかね、日にち間違いとか、そうですね、細かな修正とかミスが1年ぐらい前かな、特に結構多くて、かなりユーザーから言われてたんですけど、あの辺は随分改善したと思います。で最近は新しいガチャもバンバン入れてくれているから楽しいし、まあ若干ね、なんていうのかな、また新しいガチャっていう意見もあると思うけど、ないよりは別にあってもいいと思うんですよ。というか前は逆にもう新ガチャまだって言ってたと思いますので、なんか今のペースで新ガチャ来ると面白いな、面白い。あとはコラボをもっとやってほしいかな。いろんなコラボ、他のゲームってやっぱりいろんなコラボでガンガンやってるでしょ。まあドラゴンクエストの世界観を崩したくないっていうのはわかるんですけど、もう同じスクエニーさんの会社内でもいいので、何かね、いろんなコラボをやってほしいかな、イベントというかね、あとはやっぱりその生配信やってみてよく分かったのが、やっぱりこのゲーム周回戦闘ゲーだなっていうところで、結局ロンダルキアは面白いんですけど、やってることは変わらないんですね。なのでもう少しそのゲーム内で、例えばスキルフィニッシュ選手権という遊び方もできたわけですよね。ああいうようなゲーム内で何かこう統計を取ったりとか、何かこう少しみんなで競えるような、あの新しい概念が欲しいなと思ってます。ぜひその辺もね、あの今後期待したいかなと思ってるんですけれどもね。まあカジノが来てもあのメダルゲームとかって多分一人で遊ぶ、なんかみんなで遊ぶ感じではないような気もしたし、まあスライムレースとか、ポーカーとかさ、ああいうのはもう他のゲームでもできるから、やっぱりこう星ドラオリジナルの何かでこう4人で遊べるやつね、ワイ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 、
スゴロクっていうのがあるんです、ドラクエ10では。あのいただきストリートとかみたいな感じなのかな、こう4人でサイコロを振ってで戦ったりするんですよ。マスに当たったら強いボスが出てきたりして、あれも結構面白かったから、星ドラスゴロクでもいいと思いますよ。うん、そう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 、あれ面白かったな。だからいいんじゃないですかね、星ドラスゴロクで。そう、桃鉄みたい、桃鉄はちょっと違うけどね、ワイ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 普通に楽しめるでしょう、スゴロクだったらね。まあそんな感じで今後に期待したいと思ってます。じゃあ長々なりましたけれども、この辺で星空雑談終わりたいと思います。また1週間ずつぐらいにね、この星空雑談やってみてもいいかなとか思ってます。まあ今回は収録でやりましたけど、今後星空雑談を生配信に持っていくとね、こう皆さんと、あそうだね、なんかマルチでこんなことできたら面白いねってコメント拾いながら喋れるから、ぜひやってみたいなというふうに思います。ではこの辺で終わりたいと思います。そう、あと生配信はね、今日はお休みなんですけど、26日土曜日からまたちょこちょこやると思います。若干ちゃんと時間も少し決めてやろうかな、タイマーとかかけてやろうかでピピーってなったらもうこれは終わりますとかね、じゃないとダラ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 いつも長くなっちゃうのでね、皆さん多分寝不足だと思うんですよ本当に。はい、その辺少し考えてやろうかなというふうに思いますけれどもね、あの生配信やってたのって今知った方はぜひ遊びに来てください。ただしガチコンテンツはいけません。はい、やっぱりいろいろと昨日やってみてよく分かったんで、うちはもうライトにみんなで気軽に遊ぶぞっていうことにしたいと思います。で周回しながらもう雑談、うん、今日何あったとかね、いろんな話をして、暇な人が集まれるような場所にしたいと思ってるんで、よろしくお願いします。では吉丸でした。さようなら。